はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日は市川コーチに試合の戦略、戦術編ですかね。まず戦術があって、お戦術中攻め方ですね、はい、そう、戦術があって、もっと大きいところが戦略になりますから、お、はい、いきなり大きいところ行かない、ちょっと小さい、まあ、細かいところから、うん、はい、戦略の前にまず戦術、はい、若干こういうことをやったらこういうことをやるよっていうのが戦術になりますから、うん、なるほど、はい、じゃあそれの戦い方を今日はちょっと教えてもらいたいと思います、はい、そして倒すのは、はい、あの男だいきなりハードルが高いんですけど素人に対しても常に全力で戦う榊原太郎、あの男はねどこまで通用するか、まあちょっといろいろとやってもらいながら、市川コーチにアドバイスしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ちょっとさっき教えたことができてたまさかこんなにいきなりできるとは思わなかった。よし、今日のモーリーさんはちょっと違う、ニフティーだ。本当、ああ違う違う違う、今最初がいいとここがハードルになっちゃう部分もあるんですよね逆に。いや、でも、なんか結構雰囲気が出てきてます雰囲気出てきました、若干こう、プレーの雰囲気は、バックが弱いな、やっぱり狙われると。今のは狙ってるわけだよね普通にこう返して遠球見て様子見てるぐらいな感じの感じだから、そんな強しく打たなくていいんですよ、はい、あれで、もしもほったらこっちが本当に意地悪っぽい打ってきたなら攻撃だけど、うん、まあ普通にこう、出方見てるぐらいだから落ち着いて、はい、こうコンプレート打つから自分で難しく使ってる感じがしますから。アクションアクションすげえのがきそうだぞ。あっ、あれ、よし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 、おっよし、悪くない悪くない、ちゃんと足は受けてというか、いい位置なんですか。はい、うん、サティオール、はい、サティオール、サティオール、おお、あの、よし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 、はい、はい、じゃあ一本勝負で、一本勝負、
バックも最初はこう今のはいけてたね。はいはいはい、先まではいけてないミスだから今のは全然良かった。リターンの動きも以前より全然機敏になってて良かったと思う。でただサイドにいて、うん、返してもすぐオープンコートサロコチに狙われるの分かるから、うん、どうしてもこう忙しくこっちに行っちゃがりになっちゃうんですけど、はい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 、あともう少し我慢して深く押し込んでるとスライドとしても時間は稼げるしまたこうこっち側でこうスライドに弱くてこうやって逃げちゃうともうずっと地獄みたいになるか振り回されるかやっぱり決められちゃうかなんで、そこで押し込まれて振り切って立て直せるとさらに良かった。やってることはない。はい。いいと思うよ。でもだいぶ雰囲気は出てます。なんかいや、上手くなったもう本当上達してるのが実感できたというか結局、まあ、結果に結びつかなかったけど、ね、取れたとしたらコードボールで取れただけだったうーん、いや、まあ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 もちろんね、もともともうリーサーが歴然なんでね難しいですけども、あの以前よりも振られて、はいはいはい、1本はまああったんですけどそれを返したら次ミスとか甘いとこだったのがその次も結構振られてっていうのがあったんでその次こっちが甘くなったらやられちゃいそうみたいなそういうところまで来た感じですかね。ほう、1本だけじゃなくて2本3本目がちょっとこういいコースに来るようになってきた。これはもしかしたらもしかしちゃうかな無理ですその通りですいや分かんないですよ何が起こるかね。ちょっといつかはねちょっと互角に渡り合える渡り合えないだろうなまあでも楽しむことができるぐらいにちょっとねなりたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。 あとそうだミスは出ると思うんですよ。あーはい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 、あーってなったとしてもすぐ切り替えた方がいいですね。その次は、うんうん、今のミスはこうだったからこうだなじゃあ次こうすればいいやってなって次ってなった方がそこが多分すごくキーポイントになるんじゃないですかね。そうですね。あ中級クラス優勝へあ常に堂々としたお雰囲気で頑張りたいと思います。はい、はい、はいおじさん見てるかいどこおじさんにおばさんだったらどうしお前だよお前頑張れよ頑張るから